沈黙しているでちゅ。彼女たちがどちら側につくかでまた戦局は変わるでちょうが、完全に傍観しているようでちゅ。反乱といっても大半の取締役がそちら側についているのでちゅ。どちらが正規軍とも言えないでちゅ。ちゃいました。ああ、知っている。俺はここ最近世界中の情報を駆け巡っているからな。そのぐらいのことは知っているさ。さあな。ただこれで終わるなんてことはないだろう。ええ、知っている。クーデター軍が現在だと全体の 64.5% まで達していることも。カンパニーがここまで巨大になれたのは取締役の力ではない。間違いなくラボの力だ。蒸気を逸した兵器の開発、蒸気を逸したシステム開発、いや、そんなことを挙げていってもキリがない。それほどラボはとてつもない組織だ。あれは単なる研究機関じゃない。情報を司るカンパニーの脳そのものだ。あいつらはいくらでも反撃できる兵器を持っているさ。そのことはラボに昔いた俺が一番知っている。あからさまな余裕だ。クーデターなど眼中にないのか、それとも初めっから何かの計画のうちなのか。どうかな、お前も名前ぐらいは聞いたことがあるだろう。ラボが長年研究している計画を。それが何なのかはわからないが、俺はこの一件にはきな臭いものを感じている。真相はわからんが、それでもクーデター軍の圧勝なんて簡単なシナリオには転ばないだろう。これから想像も及ばないことが起こるかもな。俺は例のあの力を見てからそう考えている。Thank you.
所長、大変でちゅ。昨日、本社に向けて進撃した南部方面隊の第16艦隊が全滅したでちゅ。詳しくはまだ分かりませんが、間違いありません。同行した南南部諸島中央艦隊も全滅、南南部1号棟は大混乱に陥っていまちゅ。本社での正式発表も終わったということなので、そろそろニュースになっているはずでちゅ。第2563号棟を最後の制圧場所としたのは、多分所長の完全殲滅が目的でちゅ。元ピクシーズ、漆黒の神崎、その力がまだ失われていないと信じている人は本社でも多いと聞きまちゅ。それを N 計画の実験体によって作戦を遂行すれば、 N 計画完成の良いアピールになるでちゅ。そう言及されているわけではありませんが、そのような書き方でちゅね。極東日没に対抗できると考えているのでちゅから。
どこに行かれるのでちゅか。ああ、知っている。少し待って。今情報をリークしているところだ。その映像は当分は発表されまい。しかしラボはそれを持っているはずだ。人工衛星は対象物を撮影できる時間はわずかだが、間違いなくラボは全てを知っていたはずだ。これは第16艦隊が動くことも前々から承知していた挙句の茶番だ。全てが N 計画のアピールの舞台に過ぎなかったのだろう。奴らにとってはこのクーデターもパフォーマンスに過ぎない。ということだ。そのデモンストレーションの晴れある第一回目、空からは撮影しているだろう。しかし予測した最悪な結果だったな。レイが伊勢を倒す映像を見たら、そう想像せざるを得ないだろう。それについては俺よりもお前が判断するべきだろう。お、あったぞ。凄まじいな。艦隊がきれいに消えていく。どうだ、高博。衛星からの映像だから鮮明な部分はほんの2分ぐらいしかないが、それでも大体のことはわかるだろう。ということは、N 計画の成果、実験体0001か。その名を使うとはな。悲しい事実だ。しかしこれが N 計画の正体だ。あのラボが一世紀以上もかけたわけだ。そんな大それたことをやっていたとはな。これと俺たちはドンパチをやろうっていうのか。ゾッとする。さてと、これを見てこっちの出方も決まったな。お前はどうなんだ。ケツでもまくるのか。バカ、勝ち目がないかどうかは戦ってみなければわかるまい。本当に N 計画が完成したかどうかはまだわからんのだからな。
あくまでも現状では実験体00001だ。正式発表でナーサリークライムなどと一度も公言されてはいない。ああ、まだあれが完全かどうかはわからんだろう。実験体だ。十分戦える余地はあるだろう。まずは強力な水平レーダーが必要だな。小さな対象物なら突き抜けるように直線に進むレーダーだよ。奴は海から来るみたいだからな。360度水平線に網を張る。バカ、周り全てが電子レンジなんかにならねえよ。周りじゃなくて水平線上に数キロ四方が大やけどになるってやつだ。まあレーダーといっても軽いレーザー兵器だからな。それを島から数キロ離れた場所に浮かばしておく。空中に対してはそれでは無防備だが、水面から来る敵なら500キロ先から発見できる。てなことで、設置後は海際には絶対に行くなよ。行ったら普通に死ぬからな。先にこっちが捕まえれば、影の領域に入る前にあるものないもの全てぶち込めば勝ちだ。あと水中にも。若い頃はラボでそんなものばかり作っていたからな。この混乱ならそれらも簡単にここまで届けられるだろう。さてと、お前にやる気がある。それさえ確認できれば俺も次の仕事に移れるな。ごめんなさい。